はい、ちょっと今緊急で動画を撮っているんですけれども、今日、僕も今日知ったことなんですが、世間をちょっと騒がせている令和の虎の、違法賭博問題ですか、ポーカーですかね。というところの、件で、僕のところにもですね、結構問い合わせというか、いろいろな、方々から、連絡が来ておりまして、今、ちょうど緊急で、動画を撮っています。多分、見てる方はご存知の方が多い中で見てるのかなと思うんですけれども、令和の虎の、虎の方たちですかね、が、違法賭博をしたというところが、SNS 上とか、世間的に今賑わってるところでして、その中で、ツイッターでいろいろ、その時の、レシートみたいなものが出回ってる中にですね、山本くんという名前が入っていて、これはどうなんだっていういろいろな方々から意見、問い合わせをいただいてるんですけれども、まずここをはっきり言わせてもらいたいんですけれども、それは全く僕ではございません。それまず、まずもそもってそのレシートに11月って書いてありますし、そもそも僕この、ポーカーをやったこともありませんので、私ではないというところを、ここで一旦はっきり言っておかないと、一応イエローキャブの社長という立場でやっているので、そのイエローキャブだったりとか、うちのタレントだったりとかっていうところに、その風評被害みたいなものが、及んでしまう可能性があったので、ここで一旦動画を、撮って配信しようと思います。僕が令和の虎に出演したのは、1月だったと思うんですけれども、一応出回ってる僕も動画を何本か見た中で、昨年の秋から、半年間ぐらい、行っていたというところだったので、そこは見聞きしているんですけれども、全くもってそこに参加したこともなければ、そういった話を聞いたことも私の中ではございません。で、僕の中で大事なのは、イエローキャブのフランチャイズ展開を、しますよっていうところで、今回この令和の虎に出ました。で、実際にこのイエローキャブのフランチャイズ展開っていうところに当たっては、そもそもイエローキャブとして展開していきますよっていう中で、令和の虎さんにご協力いただいたっていう経緯ですので、令和の虎さんがどうなるかっていうのは、僕は現状では正直よくわからないですので、そこは動画を見たりなんなりで注視しているところですし、ちょっと親しい方々に、聞いたりはしています。で、イエローキャブのこのフランチャイズ展開としては、今回の件に関しては、全く関係なく、粛々と進めていくつもりでおりますので、そこをもし、イエローキャブのフランチャイズ展開に興味を持っていただいている方々が見ていらっしゃったら、そこはご安心いただきたいなと思ってこの動画を撮った、一番の理由はそこです。イエローキャブとしてもですね、このフランチャイズ展開は、ずっと進めてきたことですし、令和の虎さんにもその件で出演させていただいて、今後も、動画ももっと撮っていたんですけど、そこがどうなるのかっていうのは、多分現状では、わからないですね、私の中では。それはどうなるか、どうなっていくのかっていうのは、このイエローキャブチャンネルでも、そのタイミングごとにまたお話ししていきたいと思います。ですが、このイエローキャブのフランチャイズ展開は、ちゃんと進めていきますので、来月ですかね、来月めどでこの加盟説明会っていうところをしっかりと開催して、イエローキャブとしてフランチャイズ展開はちゃんと進めていきますので、そこはご安心していただきたいなと思います。で、実際にじゃあその日にちだったりとか場所だったりとかっていうのは、現状ちょうど進めているところなので、来週、再来週ぐらいには、また発表できるかと思います。こちらのチャンネルでも、イエローキャブのホームページでもしっかりと、そこは告知していきますので、またご覧になっていただければと思います。今回、
まあ、結構僕もちょっと青天の霹靂でこのニュースは見ているんですけれども、まあ賭博は不法行為ですのでね、まあそこは、うん、どうなっていくのかっていうのは僕の中ではわからないことなんですけれども、まあ今回この動画で伝えたかったのは2点、私は全く関係ないというところと、イエローキャブのフランチャイズ展開も変わらずしっかりと進めていきますというこの2点をお伝えしたかったので、今回緊急で動画を撮らせていただきました。またフランチャイズの件に関しては、しっかりとこちらのチャンネルでも告知していきますので、ご覧いただければと思います。本日は最後まで見ていただきありがとうございました。